マザー・ブラウンは、ボストン生まれの肖像画家、歴史画家である。20歳の1781年に、イギリスに渡った後は、イギリスで活動した。ボストンで生まれた。母方の先祖に、プリマス植民地生まれの有力な聖職者、インクリース・マザーがいた。12歳頃から、アメリカ生まれの最初期の画家、ギルバート・スチュアートの弟子になった。 アメリカ独立戦争などの混乱もあって、アメリカで画家として生活するのは難しくなったことなどから1781年にロンドンに渡り、アメリカ出身でイギリスで画家として成功していたベンジャミン・ウエストの工房に入った。1882年からロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの美術学校で学び始め、翌年から展覧会に出展を始めた。1784年に、 ロンドンの生メアリールストランド教会のために2点の宗教画を描き、アカデミーで知り合った画家、版画家のダニエル・オームと共同で作品の展示や版画の販売をするようになった。イギリスの歴史やシェイクスピアの劇の場面を描いて商売としては成功したが、ブラウンは徐々に肖像画家としての仕事に重点を置くようになった。 アメリカ独立後の各国との交渉のためにヨーロッパに派遣されていたジョナ・アダムズとその家族の肖像画を1784年から1785年に描き、1786年にはロンドンを訪れた政治家のトーマス・ジェファーソンの肖像画を描いた。同じ年にアメリカ合衆国連邦議会議児童などの設計した建築家のチャールズ・ブルフィンチの肖像画も描いた。 1798年にアメリカ芸術科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。1788年にイギリスの王族ヨークオールバニコーの軍服姿の肖像画を描くなど、イギリス王族の肖像画も何点か描いた。1890年代になって顧客の数が減り、ロイヤルアカデミー・オブアーツの会員にも選ばれなかったので、1808年に ロンドンからバースやブリストル、リバプールに移り、マンチェスターに住み、1824年までロンドンに戻らなかった。晩年になっても時代遅れになっていた死のベンジャミン・ウェイスとのスタイルを守り続けた。仕事がなくなり貧困のうちにロンドンで死去した。ありがとうございます。